日岡神社は、兵庫県加古川市加古川町大野にある神社。式内社で、旧社格は合社。兵庫県南部、加古川左岸の丘陵南麓に鎮座する。この丘陵は、古くから、日岡と称され、一体の地名、過去の由来伝承にも関係する。日岡の神について古くは、奈良時代の張馬国風土器にも記述が見え、古代から信仰された古社になる。現在では、 最人の天井佐助被古命が、ハリマ島、日大イラツメ命の安山祈願をしたとする社殿に、基づき、安山の神として、東ハリマ地域で広く信仰されている。江戸時代の伝説によれば、加古川砂岩の基幹用水である子が、用水の建設事業は、日向明神と聖徳太子が共同で行ったもので、あると伝えられる。これは、 鎌倉時代末期の1300年代から1310年代にかけて、後に、後醍醐天皇の副神となる新言立宗新言宗の僧侶の門官房広島が行った、修築事業が伝説化したものであるとする説がある。また、門官の祖父の一人は、日岡神社の官主であったとも言われる。現在の祭神は次の5柱。日岡神社の祭神には、 歴史的に変遷が見られる。まず、古くは霊気元年頃の成立になる、張馬国風土記過去文章では、日岡に座す神について、大井骨肺の地のこの伊波と日古いの地と記されている。一方、延長5年成立の、演技式新明帳における祭人の記載は一座で、同帳では、日岡座天、伊佐たすく彦神社すなわち、 日岡に鎮座する天伊佐助日古神の者と記され、祭神は天伊佐助日古神とされている。下って、法暦十二年の、張間間では正殿に、玉寄姫命、左に草吹き不合命、右に、佐崎子命と記される状況となっていたが、その後は、上記の演技式に見える天伊佐助日古命に服している。この、 天伊佐佑ニシへは古典資料に見えない神で、日岡神社の古文書も天正六年の陛下で消失しているため、由来はつまびらかではない。一説として、天伊佐助ニシへを彦伊勢紗里のびこに否定し、古事記、高齢天皇記に見える紀密彦のの派遣伝承と関連づける説もあるが、それを疑問視する説もあって定かではない。なお近年の社殿では、張里窓、 日大イラツメイノチによる、オオスイノチ、オオスのイノチら双子出産に際し、最人の天イサスケヒフルイノチは、その安産祈願をしたとしており、現在では安産の神としても信仰されている。創建は不詳。社殿によれば、神武天皇統制の際に、荒ぶり神が悪行を模様して悩ませたが、国つかみのイサザヘンイノチが計りごとをそうしたため、荒ぶり神を退治することができた。 しかし、イサザヘン命は戦死してしまったため、天皇は、戦勝を祈った玉よ姫、草不合命の二柱に、イサザヘン命を拝して、これら三柱を放催したとする。一方で、根拠はつまびらかではないが、天平二年の創建とする説もある、日岡良古墳境内は、日岡山の南麓に位置するが、この日岡山には、古墳時代前期から、中期の古墳群の分布が知られる。 中でも、代表的な日岡良古墳については、ハリマ国風土器過去群像に見える、シビラ墓と関連づける説があり、それに基づいて、現在では、慶光天皇皇后のハリマ日大聖命の三ぎに事情されている。文献では、前述のように霊気元年頃の成立になる、ハリマ国風土器過去群像で、日岡に鎮座する神についての言及が見える。 延長5年成立の演技式新名帳では、張リ国家古軍に、日岡座天、伊佐田敷彦神社と記載され、式内社に列している。天正6年には、陛下で社殿及び旧機を消失したといい、それ以前の状況はつまびらかでない。峰愛機に、日向大明神と記されて、以後は、社名には、日向の古障も使用されたという。近世には、慶長6年に、 池田照正から車両五国の寄進を受けたほか、慶長7年に、日向宮さんについて禁制が出されている。また、明和元年には、大野村、河原の村、溝の口村の人により、社殿が再建されたという。明治維新後、明治7年2月に、近代社格制度において校舎に列した。社殿は、明治3年に改築、再建されていたが、昭和44年に、 火災で消失し、昭和46年に、現在の社殿が再建された。社名は、近世頃には、小一くらい、日向大明神と称され、明治以降に、日岡神社と改称したが、現在でも、地元では、日向山のほか、大野さんや、日岡さんと、通称されている。江戸時代に表された、五が由来期十月頃成立が語る伝説によれば、 過去川の下流域左岸の帰還となる礎である子が、硫黄水は、日向明神と聖徳大使が心を合わせて築いた、ものであるという。その合意は、日向山の近くの甲賀瀬二つ橋で行われたため、この橋のことを、団合橋という別名で呼ぶようになったと言われる。日本史研究者の金子明は、13世紀末から14世紀、半ばに活躍した、新言立衆。 新言宗の僧侶で、五代醐天皇の副審だった、門官房広志信は、祖父の一人が、日岡神社の神主だった可能性もあるのではないか、としている。また、この時代に行われたとみられる語が、硫黄水の修築事業は、門官が1300年代から1310年代に、かけて、新言、立州の本部である奈良の災害時からの支援に加えて、 日岡神社など地元の勢力からの助力も受けて行ったのではないかと主張している。そして、後が由来期の説話は、日岡神社の勢力と聖徳太子信仰が強かった、新言立州最大寺の勢力が、門館を通じて、共同で、集築事業を行ったという記憶が伝説化した残滓なのではないかと推測している。社殿本殿、内拝殿ほか、 社殿は昭和46年の再建による、鉄筋コンクリート製の根源づくりである。いや、河原の日岡神社日岡神社で年間に行われる、祭事は次の通り、所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。